位罗伯斯从美国来到日本，任职于美国政府代表办事处。在花了几天的时间熟悉东京这个都市之后，现在他要上班去了。おはようございます、デイビッドさん。おはようございます。今天早上还好吗？很好。どうぞ。这是你的办公桌，在这儿。这是这老板送你的小东西。嗯，什么东西啊？这在日本商场上必须要准备的东西啊。啊，真有意思。难道说这个东西就是在日本做生意的秘密武器？这是什么？要怎么说啊？これ何ですか？これ何ですか？名刺。名刺。そう、做生意嘛。当你要介绍自己的时候，就递一张名片给他。デイビッド・ロバーツです。デイビッド・ロバーツです。这就对了。どうぞ。いやー、お待ちしてましたよ。你一定是大卫罗伯斯先生吧？很高兴认识你啊。David Roberts です。どうも。David Roberts です。どうも。古川です。はじめまして。吉田です。はじめまして。嗯。はじめまして。意思就是说幸会了。如果别人对你这样说，你就回答同样的话。はじめまして。はじめまして。ああどうも、はじめまして。どうぞよろしく。ん？どうぞよろしく。很高兴认识你，你也跟我说一遍好了。どうぞよろしく。ああ、どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。古川先生是美国在日本办事处的代表，吉田先生是大卫的同事之一，而且将会成为大卫的好朋友。古川和吉田先生两人都会教大卫日本人的生意经。お客様がお見えになりました。あ、そう。じゃあちょっと失礼。あ、どうも。はじめまして。私、JOC カンパニーの伊藤でございます。JOC の伊藤さんですね。私、古川です。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞ。いやー、お待ちしてましたよ。你一定是大卫罗伯斯先生吧？很高兴认识你。David Roberts です。どうも。David Roberts です。どうも。古川です。はじめまして。吉田です。はじめまして。どうぞよろしく。あ、どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。お客様がお見えになりました。あ、そう。じゃあちょっと失礼。あ、どうも。はじめまして。私、JOC カンパニーの伊藤でございます。JOC の伊藤さんですね。私、古川です。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞ、こちらの方へ。大卫、这是老板给你的留言。ありがとうございます。
大卫，我是鲍勃威尔逊。你的首要工作应该是阿伊萨斯马瓦里。我给你的妹婿应该可以帮得上忙。祝你好运。什么？アイサツマワリ、何ですか？哦，アイサツマワリ是日本人的一种习惯。当你被分配到一个新职位时，你必须首先自我介绍，熟悉一下工作环境。哦，我懂了。对了，これ何ですか？これ何ですか？これ何ですか？飛行機、飛行機、新幹線、新幹線、バス、バス。地下鉄、第一个要拜访的是日本电子公司 JEC 公司的主管，并且借由优子的帮助向他们做自我介绍。大卫的任务就是要帮助 JEC 在美国成立分支机构。Yuko， 何ですか？坐在那边那些女人是谁呀？他们是接待员。他们的工作就是向访客介绍该公司的概况，并且协助访客找到他们所需要的东西。哦，我明白了。行吧，行。すいません、国際部の山田さんと4時の約束なんですが。はい、お名前は？ステートオフィスの後藤です。お名前は？他在问你的名字。哦，デイビッド・ロバーツです。はい、デイビッド・ロバーツ様ですね。少々お待ちください。お名前は？お名前は？但是有些接待员或者在电话中常会用另外的问法。すいません、どちら様ですか？渋谷商事の加藤です。加藤様、少々お待ちください。どちら様ですか？どちら様ですか？お名前は？お名前は？どちら様ですか？どちら様ですか？我想我懂了，应该是お名前は或是どちら様ですか？すいません、国際部の山田さんと4時の約束なんですが。はい、お名前は？ステートオフィスの後藤です。お名前は？デイビッド・ロバーツです。はい、デイビッド・ロバーツ様ですね。少々お待ちください。すいません、どちら様ですか？渋谷商事の加藤です。加藤様、少々お待ちください。
如何应用？在下面这个案例中，将有七个人会出现，请注意这七个人的名字，并试着找出最后到底谁没有出现。让我们来核对这七个人的名字。鈴木隆、鈴木隆、米山健治、米山健治、小林太郎、小林太郎、阿部典子、阿部典子、林信也、林信也、上野陽子、上野陽子、佐藤浩一、佐藤浩一。すいません。はい、お名前は？あ、林です。林様ですね。はい、林様どうぞ。林信也。すみません。はい、どちら様でいらっしゃいますか？小林です。小林様でいらっしゃいますね。小林太郎様。はい、どうぞお付けください。はい、どうもすみません。小林太郎。すいません。はい、お名前は？阿部です。は？阿部と申しますが。はい、阿部様。はい、阿部様どうぞ。どうもすいません。阿部典子。すいません、鈴木です。はい、鈴木隆です。あ、鈴木隆様、少々お待ちください。あ、はい、鈴木隆様、こちらですね。すいません、どうも。鈴木隆。すいません、 SSB の上野です。上野様ですね。はい、上野陽子です。上野陽子様、はい、こちらどうぞ。すいません、どうも。上野陽子。お名前お願いいたします。佐藤です。あ、加藤様。いや、佐藤です。佐藤様、失礼いたしました。佐藤浩一様ですね。はい、そうです。これをお付けください。佐藤浩一。因此在本案例中没有出现的人是尤利亚玛。ママ遅刻するぞ。いいじゃない、お母さん、やっぱ。いただきます。いただきます。デビッドさん、食べるときはいただきますっていうのよ。いただきます。我们在开始用餐之前呢，都会先说いただきます。いただきます。はい、どうぞ。一定是优子，她今天要带我到公司去，失陪了。なんだよ。はい、ヨコ。早安大卫、
你准备好出门了吗？等一下，我去拿我公事包啊。哦，请进。等一下。他就是优果。对啊，帮我介绍一下嘛。哦，你来。啊，他是优果，这是 Ken。はじめまして、田中健です。健優子。はじめまして、後藤優子です。大沢デイビッドさんから伺っています。あ、どうも。確かお仕事は旅行会社に勤めてます。你们两个到底在说什么呀？他是问我在做什么工作。哦，旅行会社。旅行社。田中さん、ごめんなさい、そろそろ行かないと時間が。あ、あ、後藤さん今夜デビットと食事するんですけど、どうですか？そうですね。それじゃあ、ご一緒に。あ。如何应用？在东京市区有一种水上巴士的服务。在这艘船上，来自英国的记者弗格森小姐将会被同行的游客问及国籍、职业及姓名，请仔细听。失礼ですけど、よろしいでしょうか。はい。どちらからいらっしゃったんですか。え？お国は？あ、イギリスです。イギリスですか。お仕事は何をなさってらっしゃるんですか。お仕事。あ、ジャーナリストです。私は医者です。私、明石と申します。明石です。明石さん。はい、なんておっしゃるんですか。名前は？ファーガソンです。ファーガソンさん。どうぞよろしく。どうぞよろしく。お国は？お国は？お国は意思是说你来自哪个国家？お仕事は？お仕事は？お仕事は？意思是你的职业是什么？お名前は？お名前は？お名前は？意思是你贵姓大名？让我们再听一次吧。失礼ですけど、よろしいでしょうか。はい。どちらからいらっしゃったんですか。え？お国は？お国は？お国は？あ、イギリスです。イギリスですか。お仕事は何をなさってらっしゃるんですか。お仕事は？お仕事は？お仕事。あ、ジャーナリストです。私は医者です。私、明石と申します。明石です。明石さん。何とおっしゃるんですか。お名前は？お名前は？お名前は？将被邀请前去参加一个由日本大公司所举办的宴会，有四个人会轮流问你问题，你将被问及你的姓名、国籍和职业。试着去分辨这些问题的先后顺序，而且如果可能的话，尽量以日语回答。
いかがですか。おいしいですよ。どちらからいらしたんですか。お国は。で、何をしていらっしゃるんですか。そうでいらっしゃいますか。失礼ですけれども、お名前は何て。私、山崎と申します。どうぞよろしく。请再一次核对你的答案。いかがですか。美味しいですよ。どちらからいらしたんですか。お国は。で、何をしていらっしゃるんですか。そうでいらっしゃいますか。失礼ですけれども、お名前は何て。私、山崎と申します。どうぞよろしく。失礼ですが、お仕事は何をしていらっしゃるんですか。そうですか。で、お名前は。で、どちらからいらっしゃったんですか。わかりました。では。失礼ですが、お仕事は何をしていらっしゃるんですか。そうですか。で、お名前は。で、どちらからいらっしゃったんですか。わかりました。では。どうも、川村と申します。失礼ですが、どうぞよろしく。外国の方、今日は二人用命になってらっしゃいますが、お仕事は何をなさってるんですか。そうですか。私、こういうところに勤めてるんですが、どうぞ。どうも、すいません。お国はどちらですか。そうですか。どうも、川村と申します。失礼ですが、どうぞよろしく。外国の方、今日は二人用命になってらっしゃいますが、お仕事は何をなさってるんですか。そうですか。私、こういうところに勤めてるんですが、どうぞ。どうも、すいません。お国はどちらですか。そうですか。お箸使うのがとても上手ですね。どちらからお見えになったんですか。そうですか。私、松田と申します。お名前は。どうぞよろしくお願いします。私、
どんな方がお見えになっていらっしゃるのか全然知らなくて。どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？ああ、そうですか。まあ、お箸使うのがとても上手ですね。どちらからお見えになったんですか？まあ、そうですか。私、松田と申します。お名前は？どうぞよろしくお願いします。私、どんな方がお見えになっていらっしゃるのか全然知らなくて。どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？ああ、そうですか。赤、赤、白、白、青、青、黄色、黄色、緑、緑、黒、黒、緑、黄色、青、白、赤。もう一杯、もう一杯、もう一杯。私そんなに飲めないんですよ。いや、今夜大いにやりましょうよ、ね。よし、おっと。じゃあ、田中さんも一杯どうぞ。はい、おっと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 。よし、一気ですね。うまい。一杯どうですか、お近づきの印に。ありがとうございます。国はどちらですか？アメリカです。お仕事は？公務員です。公務員？お仕事は？木下商事に勤めてるんですよ。会社員。会社員？そう、サラリーマンですよ。サラリーマン。ああ、社員で。ああ、そうそうそう。さあ、もう一杯行きましょう。ありがとうございます。もう一杯。こちら。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。おーしよし、乾杯しましょう。乾杯。ね、乾杯。美味しい。私食いしん坊なんですよ。あー、オッケー、オッケー。よし。お疲れしてたものが。大文那什么？什么事？是我的老板。你的老板？嗨，大卫，我是鲍勃·威尔逊。明天早上你要参加一个非常重要的早餐汇报，所以呢，你一定不可以睡过头，误了事。晚上早点回家上床睡觉，好吗？晚安。哦，天。下次再会。大卫·罗伯斯从美国来到日本，任职于美国政府代表办事处。在花了几天的时间熟悉东京这个都市之后，
现在他要上班去了。おはようございます、デイビッドさん。おはようございます。今天早上还好吗？很好。どうぞ。这是你的办公桌，在这儿。这是老板送你的小东西。嗯，什么东西啊？这在日本商场上必须要准备的东西啊。啊，真有意思。难道说这个东西就是在日本做生意的秘密武器？日文的这是什么？要怎么说啊？これ何ですか？これ何ですか？名刺。名刺？そう、做生意嘛。当你要介绍自己的时候，就递一张名片给他。デイビッド・ロバーツです。デイビッド・ロバーツです。这就对了。どうぞ。いやー、お待ちしてましたよ。你一定是大卫·罗伯斯先生吧？很高兴认识你啊。David Roberts です。どうも。David Roberts です。どうも。古川です。はじめまして。吉田です。はじめまして。はじめまして。意思就是说幸会了。如果别人对你这样说，你就回答同样的话。はじめまして。あ、はじめまして。あ、どうもはじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。很高兴认识你，你也跟我说一遍好了。どうぞよろしく。あ、どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。古川先生是美国在日本办事处的代表，吉田先生是大卫的同事之一，而且将会成为大卫的好朋友。古川和吉田先生两人都会教大卫日本人的生意经。お客様がお見えになりました。あ、そう。じゃあちょっと失礼。あ、どうも。はじめまして。私、JOC カンパニーの伊藤でございます。 JOC の伊藤さんですね。私、古川です。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。はじめまして。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞ。いやー、お待ちしてましたよ。你一定是大卫·罗伯斯先生吧？很高兴认识你。David Roberts です。どうも。David Roberts です。どうも。古川です。はじめまして。吉田です。はじめまして。どうぞよろしく。あ、どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞよろしく。お客様がお見えになりました。あ、そう。じゃあちょっと失礼。あ、どうも。はじめまして。私、JOC カンパニーの伊藤でございます。 JOC の伊藤さんですね。私、古川です。はじめまして。どうぞよろしく。どうぞよろしく。どうぞこちらの方へ。大卫、这是老板给你的留言。ありがとうございます。嗨，大卫，我是鲍勃·威尔逊。
你的首要工作应该是阿伊萨斯马瓦里，我给你的妹婿应该可以帮得上忙，祝你好运。什么？挨拶回り何ですか？哦，挨拶回り是日本人的一种习惯。当你被分配到一个新职位时，你必须首先自我介绍，熟悉一下工作环境。哦，我懂了。对了，これ何ですか？これ何ですか？これ何ですか？飛行機、飛行機。新幹線、新幹線。バス、バス。地下鉄、地下鉄。12時5分、10分、15分、30分、45分。1時、4時、7時、9時。大卫第一个要拜访的是日本电子公司 JEC 公司的主管，并且借由优子的帮助向他们做自我介绍。大卫的任务就是要帮助 JEC 在美国成立分支机构。Yuko， 何ですか？坐在那边那些女人是谁呀？他们是接待员，他们的工作就是向访客介绍该公司的概况，并且协助访客找到他们所需要的东西。我明白了。行吗，兄？すいません、国際部の山田さんと4時の約束なんですが。はい、お名前は？ステートオフィスの後藤です。お名前は？他在问你的名字。デイビッド・ロバーツです。はい、デイビッド・ロバーツ様ですね。少々お待ちください。お名前は？お名前は？但是有些接待员或者在电话中常会用另外的问法。すみません。どちら様ですか？渋谷商事の加藤です。加藤様、少々お待ちください。どちら様ですか？どちら様ですか？お名前は？お名前は？どちら様ですか？どちら様ですか？我想我懂了，应该是お名前は或是どちら様ですか？すいません、国際部の山田さんと4時の約束なんですが。はい、お名前は？ステートオフィスの後藤です。お名前は？デイビッド・ロバーツです。はい、デイビッド・ロバーツ様ですね。少々お待ちください。すいません。どちら様ですか？渋谷商事の加藤です。加藤様、少々お待ちください。如何应用
在下面这个案例中将有七个人会出现，请注意这七个人的名字，并试着找出最后到底谁没有出现。让我们来核对这七个人的名字。鈴木隆、鈴木隆、米山健治、米山健治、小林太郎、小林太郎、阿部典子、阿部典子、林信也、林信也、上野陽子、上野陽子、佐藤浩一、佐藤浩一。すいません。はい、お名前は。あ、林です。林様ですね。はい、林様どうぞ。林信也、林信也。すみません。はい、どちら様でいらっしゃいますか。小林です。小林様でいらっしゃいますね。小林太郎様。はい。どうぞお付けください。はい、どうもすみません。小林太郎、小林太郎。すいません。はい、お名前は。阿部です。は、阿部と申しますが。はい、阿部様。はい、阿部様どうぞ。どうもすいません。阿部典子、阿部典子。すいません、鈴木です。はい、鈴木。鈴木隆です。鈴木隆様、少々お待ちください。はい、鈴木隆様、こちらですね。すいません、どうも。鈴木隆、鈴木隆。すいません、SSB の上野です。上野様ですね。はい、上野陽子です。上野陽子様、はい、こちらどうぞ。すいません。上野陽子、上野陽子。お名前をお願いいたします。佐藤です。あ、加藤様。いや、佐藤です。佐藤様、失礼いたしました。佐藤浩一様ですね。はい、そうです。これをお付けください。佐藤浩一、佐藤浩一。因此在本案例中没有出现的人是尤利亚玛。いいじゃない、お母さん、やっぱ。いただきます。いただきます。デビッドさん、食べるときはいただきますって言うのよ。いただきます。うん、我们在开始用餐之前呢都会先说いただきます。いただきます。はい、どうぞ。一定是有口，他今天要带我到公司去，是没了。嗯呢。嗨，优口。早安，大卫，你准备好出门了吗？等一下，我去拿我公事包啊。哦，请进。等一下，
他就是Yuko。对，帮我介绍一下嘛。哦，你来。啊，他是Yuko，这是 Ken。初めまして、田中Kenです。あ、Ken、Yuko。初めまして、後藤Yukoです。大沢デイビッドさんから伺っています。あ、どうも。確かお仕事は旅行会社に勤めてます。え、你们两个到底在说什么呀？ 他是问我在做什么工作？啊，旅行社。田中さん、ごめんなさい、そろそろ行かないと時間が。あ、あ、後藤さん、今夜デビットと食事するんですけど、どうですか？そうですね。それじゃあご一緒に。如何应用？ 市区有一种水上巴士的服务，在这艘船上，来自英国的记者弗格森小姐将会被同行的游客问及国籍、职业及姓名，请仔细听。あの、失礼ですけど、よろしいでしょうか？はい。あの、どちらからいらっしゃったんですか？ お国は？あ、イギリスです。イギリスですか？あの、お仕事は何をなさってらっしゃるんですか？お仕事。あ、ジャーナリストです。どうも。私は医者です。私、明石と申します。明石です。 お国は？お国は？意思是说、你来自哪个国家？ お仕事は？ 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 意思是你的职业是什么？ お名前は？ 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 意思是你贵姓大名？ 让我们再听一次吧。 失礼ですけど、 よろしいでしょうか？ はい。 どちらからいらっしゃったんですか？ お国は？お国は？お国は？あ、イギリスです。イギリスですか？あの、お仕事は何をなさってらっしゃるんですか？お仕事は？お仕事は？ お仕事。あ、ジャーナリストです。私は医者です。私、明石と申します。明石です。明石さん。何とおっしゃるんですか？お名前は？ お名前は？ お名前は？ あ、ファーガソンです。ファーガソンさん。どうぞよろしく。あ、どうぞよろしく。 你将被邀请前去参加一个由日本大公司所举办的宴会。 有四个人会轮流为你问题，你将被问及你的姓名、国籍和职业。试着去分辨这些问题的先后顺序，而且如果可能的话，尽量以日语回答。いかがですか？
味しいですよ。あのどちらからいらしたんですか。お国は。ああ。で何をしていらっしゃるんですか。ああそうだらっしゃいますか。あの失礼ですけれどもお名前はなんて。私あの山崎と申します。どうぞよろしく。请再一次核对你的答案。いかがですか。美味しいですよ。あのどちらからいらしたんですか。お国は。ああで何をしていらっしゃるんですか。ああそうでいらっしゃいますか。あの失礼ですけれどもお名前は何て。私あの山崎と申します。どうぞよろしく。ああ失礼ですがお仕事は何をしていらっしゃるんですか。そうですか。でお名前は。でどちらからいらっしゃったんですか。ああわかりました。では。ああ失礼ですがお仕事は何をしていらっしゃるんですか。そうですか。でお名前は。でどちらからいらっしゃったんですか。ああわかりました。では。どうも。あの川村と申します。あの失礼ですがどうぞよろしく。あの外国の方今日は二人用命になってらっしゃいますがあのお仕事は何をなさってるんですか。ああそうですか。あの私こういうところに勤めてるんですがどうぞ。どうもすいません。お国はどちらですか。はあ、あそうですか。どうも。あの川村と申します。あの失礼ですがどうぞよろしく。あの外国の方今日は二人用命になってらっしゃいますがあのお仕事は何をなさってるんですか。ああそうですか。あの私こういうところに勤めてるんですがどうぞ。どうもすいません。お国はどちらですか。はあ、あそうですか。まあお箸使うのがとても上手ですね。どちらからお見えになったんですか。そうですか。私松田と申します。あのお名前は。どうぞよろしくお願いします。あの私あのどんな方がお見えになっていらっしゃるのか全然知らなくて。
どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？ああ、そうですか。まあ、お箸使うのがとても上手ですね。どちらからお見えになったんですか？まあ、そうですか。私、松田と申します。あの、お名前は？どうぞよろしくお願いします。あの、私、あの、どんな方がお見えになっていらっしゃるのか全然知らなくて。どんなお仕事をなさっていらっしゃるんですか？ああ、そうですか。赤、赤、白、白、青、青、黄色、黄色、緑、緑、黒、黒、緑、黄色、青、白、赤。あら、あなたは、ゆうさん、ほら、もう一杯。もう一杯、もう一杯。私、そんなに飲めないんですよ。いや、今夜、大いにやりましょうよ、ね。よし、終わった。じゃあ、田中さんも一杯どうぞ。はい、おっと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 、元気ですね。うまい。一杯どうですか、お近づきの印に。 ありがとうございます。あ、さあさあさあ。いや、お国はどちらですか？アメリカです。 お仕事は？公務員です。公務員？お仕事は？木下商事に勤めてるんですよ。会社員。会社員？そう、サラリーマンですよ。サラリーマン。ああ、社員で。ああ、そうそうそうさあ、もう一杯いきましょう。ありがとうございます。もう一杯。こっちも。はい、ありがとう、ありがとう、ありがとう。よしよし、乾杯しましょう。乾杯。ね、乾杯。美味しい。私、食いしん坊なんですよ。あー、オッケー、オッケー。うっかりしてたものが。大伟、那什么？什么事啊？是我的老板。你的老板？嗨，大卫，我是鲍勃威尔逊。明天早上你要参加一个非常重要的早餐汇报，所以呢，你一定不可以睡过头，误了事。晚上早点回家上床睡觉，好吗？晚安。哦，天。下次再会。这是一对快乐的伴侣，他们是翻车鱼，通常。